はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと変わったもの、こちらです。じゃん。宇宙飛行。はい、宇宙飛行って書いてありますが、なんだっていう話なんですが、これはね、発掘です。この中に石が入ってて、割っていくと、こういうね、さまざまなこう石が、石じゃん、ストーンオンストーンみたいなね、はい、惑星の守護石っていうね、こういういろんな石が入ってるんです。で、その中でも当たりはなんと銅。スペシャルパッケージ入り、はい、コッパーね、はい、で、月の金属スペシャルパッケージ入りシルバーで、太陽の金属スペシャルパッケージ入りゴールド、はい、で、なんと鉄ニッケル隕石、はい、本物の隕石が入ってます。当たりはね。なのでね、これをね、早速発掘したいと思います。実はこれね、すっごいかなり前に買ったんですよね。で、全然存在を忘れてました。はい。なのでね、ちょっとこの機会に、何が出るか、ちょっとね、どういう形なのか、これ系結構いっぱいいろいろ出てるんですよね、シリーズね。はい。でもね、自分一回もやったことないんですよ。だからどういう感じなのかっていうのもわからないんで、ちょっと手探り状態でちょっとね、まあ、これを見ながら発掘していきたいと思います。はい。じゃあ早速ね、パッケージ開けて、見ていきましょう。はい、一応ね、中ちゃんとしたもの、道具が入ってますね。多分これでこう発掘するんでしょうね、シャベルみたいな、はい、で、ちょっと細かい部分をこうやってね、ブラシでシュッシュッシュッって掃けながら掘っていくっていうね、まあ、まさに本格的な発掘調査みたいなね。で、なんかこんな分厚い説明書なのか、パンフレットみたいな、はい、結構大きな、ブックレットみたいなのついてますね。まあこれ結構ね、種類があるんで、ほんとね、当たりが出るかわからないんですが、まあ他の石もね、ターコイズとかね、アクアマリン、ラピスラズリとかあるんでね、すべてゲットすれば君はもうスペースマスター。はい。これな、すべてゲットすれば君はもうスーパースターって言った方がちょっと面白かったかもしれない。はい。ではね、早速、やっちゃいましょう。はい。はい、一応ね、今、ビニール破りましたが、いや、本当にこれは砂だな。めっちゃ砂が手につく。ポロポロ落ちるね。うわ、すごいな。風呂上がりなんだけどな。じゃあ、まあ早速いきますか。
はい、ちょっとね、まあそこまで深くは削ってないんですが、すでにわずかにね、なんかここに色が出てんですよね。これちょっと赤っぽいな、うん、すっごい赤っぽいな。赤だと、これか、木星の守護石カーネリアン、この可能性が一番高くなっちゃったな。これさ、掘る途中で分かるのちょっと厳しいな。ちょっとモチベーションっていうものがあるんだけどな、ちょっとな、分かっちゃったな、どうしよう。なんですけれども、さっきの赤のは全然違いましたね。何だったのかよくわかんないんだけど、多分これが本体ですね。今ようやくちょっと見えますね。わかりますかね、ここだ、黒っぽいんだよな、黒っぽいな、ほら、なんか反射してるよね。これ黒。ちょっとでも当たりがスペシャルパッケージだから、どんなパッケージかわかんないけどね。黒と言ったらブラックオブシディアン。はい。土星の守護石か、ラピスラズリではないな、多分こっちだな、土星の守護石こっちかな。まあとりあえずもうちょっと掘ってみます。はい、結構出てきたね。黒だな。はい、いや結構出てきたけど、いや黒じゃないのかな、なんかちょっと白っぽい気がすんな。なんか見ようによってはこれ人間の歯かもしれん。奥歯だな、はい、皆さん、やっとです、やっと掘り起こせました。いや疲れた、結構あれですね、ほんと真ん中ぐらいにある感じでしたね。
この赤いのは何だったんだよな。出てたのがこちらですね。全然黒くねえわ。白、なんだろう、水晶っぽいな。多分だけど、一番近いのはこのホワイトトパーズかな。冥王星の主宝石、うん、ホワイトトパーズ、ホワイトトパーズ、これを見る限りホワイトトパーズかと思ったんだけど、なんかアクアマリンの方にちょうどね、そっくりな色のがあるんですよ。これかな？うん。これアクアマリンかな？うん。おそらくそうでしょう。アクアマリンですね。はい。これにそっくり、うん、ですね。アクアマリンか、うん、海洋星の守護石、はい、いやちょっとこのね、銅銀金隕石、これが欲しかったな。スペシャルパッケージって言ってるぐらいはどんなパッケージか見てみたいよね。アクアマリン、これはどんだけの価値があるんでしょうかね。まあ自分の見立てではおそらく30。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。